はい、ティーズプレイランドのティーです。今日のテーマは再現性、同じ設定で同じように撮れるのかを検証していきたいと思います。まずはこれ今朝なんですけど、すみっこ暮らしのお絵かきセットを撮ってみました。まず横に立てて、ぶん投げて、ずり上げて、それからちゃぶ台で4手ゲットで、今度6時間後にまた同じ設定をやってみました。また横に立てて、手前を角度をつけつつぶん投げて、ずり上げて、で奥をちゃぶ台でまたこれで4点。これ同じ動画じゃないんですよね。これ上が朝の動画で下が6時間後で比較していきます。同じことをやって同じように撮れれば、動画で僕はオンクレの動画を出してるんですけど、それを同じようにトレースして同じような手数で撮れれば散在を防げるということですよね。でここなんですけど、全く同じ動画に見えるんですけど、一応上の動画はここでストップ、下の動画は疑似箱に筐体が当たってますね。ストップボタンを押さなかったんで、なんで違う動画だっていうのがわかるんですけど、結果としては全く同じような形で4手でゲットでした。オンクレのいいところは日本中どこにいても同じ設定でできるところなんで、この設定が日本中誰でもできるんで、オンクレの獲得動画出してるんで、それを真似てやってみてください。それでは。